まずは外に出します。時間をかけていきます。外から斉藤の3、まずは決まって3対0のスタートとなっています。エサトンが出てきますが、ンドゥール、ここで伊藤達也、伊藤のジャンパー、ペイントエリア非常に混み合っていましたが落ち着いてシュートを決めています。松脇から、さあカットしていた斉藤匠、運んで後ろからいるが持ち込んだ。そのまま3-2のゾーンですか、あるいは、はい、今マッチアップになったかもしれないです。そうですね、あ、ここで決めてきました、今村です。先日のゲーム2では1人で18アシスト、もう斉藤がパスを受ければもうどんなシュートでも入るんじゃないかというような勢いでした。パスショット決まった、斉藤匠というのが理想だと思います。クーリーからパス入れて田代、見事な攻撃。インサイドの2人の速さ増してきましたね。ここでバウンスパスから斉藤、3本目くるか、決めた斉藤匠。スランドゥール、スナこぼしてこのボールに飛び込んでいった田代、1対1、後ろに飛ばしてクーリーダンクシュート。ここで須田、今日は3本スリーを決めている。ウンヌールも中を伺いながら、クラーク中に入って、クラークが持ち込んだ。その伊藤のスリーの後、松脇にボールが入っている。岸本のスリー、ここもよく決めました。ロングスリーが決まって、斉藤匠がスリーポイント4本含む20ポイントの活躍。ダンカン持ち込んだ。シンプルに高さ生かしてきました、ね。厳しいんですよね、はい。まあ、ここも生かしてアシストからなるか、張本のスリー、素晴らしい。ドルアリが湧きます。張本も1本目というスリーポイントでした。さあここも守ってパークスから1対1、小野寺寄っているがレイプアークスジュニア、たまらずタイムアウト琉球です。今村、クーリーとダンカンもいる中、今村からおっとウンヌールカットしていった。ウンヌール、タイムアウト明けにこのプレーです。斉藤に戻す、中行ってバウンスパス通った、ました。松脇はスリーポイントこれで8分の4本ということになりました。まあ、今日のゲームまだ終わっていませんが、まあ、明日へもつながるような、ね、プレーになってますね。本当そうだと思いますね。バスケットカウント、斉藤匠、自分のストレスを軽減するためになくすためにどこにアドバンテージがあってどのように攻めていくのか、これを明確にするのが重要だと思います。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ対琉球ゴールデンキング。